総合エンターテインメントという形で、いろいろ踊りあり、ダンスあり、楽器あり、歌あり、演技ありという形で今まさに組み上げている途中という形です。11月16日に、福島市公会堂で、昼と夜2公演、今のところ、ステージは組んで、予定は組んであります。他にも各地域でのさまざまなイベントに参加するということで、ダンサー部隊が先行して、もう数箇所もすでに露出があったりとかもしますし、これからもちょこちょこ出ていくような形になります。俺たちがなりたい姿っていうのはみんなの手元にあるプリントにもあります。ロメオパラディストっていうもので実現していく。福島から100年続くすげえを作る。今この苦境の中で思想に誇れる憧れを生まねば福島は持たないと思います。憧れって何か、永久に続くシステムだと僕は思います。繊細な問題に直面する福島の女子を守って喜ばせることができる男であるために、俺たちのまっすぐな生き様で憧れを生み、福島の誇りを育む。舞台は憧れ製造工場でしょう、共同体の熟成装置でしょうっていうのを僕たちは、会議を重ねてこんな風に答えを出しました。男だらけのすげえエンターテインメント舞台が俺たちの手で誕生するというのが俺たちのなりたい姿だと思います。福島って言ったら、あれ、あのなんかあるじゃない、あの男だらけのなんか変な舞台みたいな、なんか劇みたいな、ああいう なんだっけあれって、そのあれになりたいです。福島って言ったらあれだよね、あれあれ、仙台って言ったら笹釜だよね、福島って言ったらロメオだよね、そんな風になっていきたいと思ってます。やっぱりここ最近女性がすごく頑張っていて、どん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 表に出ていくっていう姿をよく見てるんですけど、男子がまだまだ弱いなという思いがありますんで、男子ぜひ盛り上げていきましょうという思いです。Thank you.